はい、皆さんこんにちは。ゆうすけナインチャンネル、ゆうすけです。いつもゆうすけナインチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今回はスターピープル、スターシードの特徴その3ということで、実はですね、細々とシリーズとして進んでいるシリーズ、どんどん動画化していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、シリウス星人についてなんですけど、まあ他の動画でもね、あるんですが、特徴その1だったり特徴その2まとめておりますが、今回は特徴その3ということで、私がですね、自身のですね、高次元にね、アクセスして聞いた内容なので、どこにも出ていない情報を皆様にお届けしたいと思います。で、まあその前になんですけど、質問がちょっと、その3シリーズは、他の動画出てると思うんですけど、まあ、質問がちょっと不思議だったっていうのもあるんですけど、まあ、ね、楽しく見ていただければと思います。で、まず最初なんですけど、シリウスの影響を受けているなぁと感じた時にどうすればいいですかということなんですが、まあ答え、放っておけ、そのままで良い、深く考えることはなし。シリウスの影響というのは地球でそこまで悪影響を与えるものでないので、思う存分に感じた方が良いだろう、とのことです。これね、本当自分も思います。シリウスってすごくいい影響だと思うから、あ、なんかシリウスっぽいなとか、シリウスの影響を受けてんなと思った時はそのままでいいと思います。で、次、シリウスの仲間と出会いたい、どうすれば良いということなんですけど、シリウスネットワークへアクセス。シリウスネットワークへアクセスすること。意識体としてシリウスにつながりながら、地球上への過ごすシリウスの仲間へアクセスするのだ。そう言われても、という方は集中してシリウスとつながりたいと瞑想してほしい。そうすれば自然と引き寄せがあるだろう、とのことです。まあね、これちょっと聞いたときに、シリウスネットワークってなんだっていう風な、自分疑問は湧いたんですけど、まあなんかそういう風に呼ばれてるみたいなんで、わかる人はわかるみたいです。すいません。そんな感じで受け取った記憶です。で、次。シリウスに帰りたい。地球で星を感じたい。方法を教えてっていうことなんですけど、まあ答え。地球でシリウスは感じやすい。地球上で波動もそうだが、シリウスを感じやすい。方法としては自然を感じること。大地、風、植物の息吹などだ。夜の澄み切った空なども良いだろう、とのことです。まあね、シリウスも自然がすごくね、好きだったり、自然にすごく影響を受けたりするので、ぜひね、自然、大事にしていただければな、なんて思います。で、次。シリウスの個性が出ている気がするがどうすればいいということなんですけど、答え、個性は特に気にしなくて良い。シリウスの個性はそこまででもなく、むしろプラスな方向に作用する場合が多い。シリウスの悲しみ、個性が届いた場合には解放をおすすめする。まあ、これ何かっていうと、シリウスって結構ね、悲しみとか結構感情を受けやすいんですけど、悲しみを受けてしまった場合は解放しちゃおうよっていうこととなっております。で、最後なんですけど、今回の内容に触れた方へのメッセージということで、今回内容なんですけど、孤独を感じず、地球上で仲間を見つけること、同行のシリウス星人でもなくて良い、スターピープル、スターシードの仲間で良い、定義を広げるのであれば、ライトワーカーと意識し、活動しているものへアクセスでも良い、これはなぜかというと、地球を良くする意識で活動するにあたり、孤独というのがシリウスへ悪い影響を及ぼす。一人で立ち向かう意識が強いため、孤立、孤独に向かいがち。ただ、必ず同じ方向を向いている者たちはいる、一人じゃないのだ。というメッセージをいただきました。これもらった時に、結構シリウスの方と
か、シリウス星人だってこう、チェックでね、思った方、すごく響く内容じゃないかなと思います。結構孤立しがちっていうか、孤独で叩こうとか、個で立ち向かおうとすることが多いみたいなんですけど、それはそうじゃないよって、仲間もいっぱいいるから、そういうふうにやってこうよっていうことを、すごく意識してほしいということでした。ということで、今回、駆け足気味なんですけど、シリウス星人の特徴その3をお届けしました。すごくね、特徴シリーズその3は、質問がちょっとね、あれだったんですけど、なかなかいい内容も届けてられてると思うので、よかったら、またシリーズ動画を進めていきますので、よかったらチャンネル登録、あとはこの動画のいいねボタン、あとは皆さん拡散、よかったらよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。お相手はゆうすけのエンチャンネル、ゆうすけでした。またね。いつもゆうすけのエンチャンネル、最後まで見ていただいてありがとうございます。気に入っていただいた方はチャンネル登録、あとはおすすめ動画もあります。よかったら見てください。またねー。ありがとうございます。